そうね。でせっかくそんな才能があるのにもかかわらず、はい、なかなか人と お誘いできないっていうのは損ですね、一個ね。うん、まあまあそうですね、うん、あそんなこんなで売れっ子はそういうもんですよ。待ってたら来るんですよ。おお、ムカつく。俺が売れっ子になるじゃないか。いや、売れっ子ってそうですか、いろいろ出てるじゃないですか。うん、まあまあまあ、そうですね、いろいろなところに呼んでいただいたんで、本当に言い返すな。いや、だから呼んでいただくようになって本当に面白くなりました、本当に。うん、そっか。はい、ということでベースボールカフェキャンチューステー始まってございます。よろしくお願いしますね。あ、よろしくお願いします。ベロッカさんです。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、僕の番組なので適当に始めてますけれども、うん、ですよ、先ほどラジオトークでね、番宣番組を出してもらいました。あのツイッターにもシェアしておりますと、皆さんのスマホにもおそらく告知が入っていることだと思いますね。でもそのラジオトークを聞かずにでも、もちろんこのポッドキャスト聞いていただけますという形になってますよ、ということでございます。はい、で事の始まりとしましては、カープキャストで行われました、10億円チームスペシャルでね、僕がこう考えたチームを発表していきたいと思っておりまして、そこに参加されてたお二人、フォクスロットさんとラロッカさん、私交流ございますので、俺の話を聞いてリアクションしろということでお招きおりますよ。なるほど、うん、いいことでございますよ。いや、はい、ということで嬉しいですよ、うん、ラジオなんかね、はい、いいですよ。嬉しい。 どちらかというと僕がリアクション受けてやられてた側なんで、本編では今回はやり返すぞと、やり返すというか倍返しだぐらいの気持ちできますよ。なるほど、ザコさん、うん、倍返し、うん、倍返、誰で倍返してるの、返す相手も間違、返す相手は間違ってるんですけど、まあ、というか最後にザコさんが土下座して終わるというのが今回の香川照之、香川照之、そうそう、もちろん香川照之分かりましたね。巨人ファンはみんな香川照之ですから、うん、ハンザーランクの、ね、新シリーズもすごく楽しみで、この今の時間帯もちょうどこうノーサイドのね、再放送がして、ノーサイドゲームね、うん、あ、うん、ノーサイドゲームか、そうですね、うんうん、いや、ノーサイドゲームは傑作ですよ。ああ、ちゃんとハマったー、ハマったーですか、うん、ビデオに撮ってくださいということで、じゃあカープキャストも聞いてない、ラジオトークのミドル巨人も聞いてないという方に再度、10億円チームの作り方のルールを、これフォクソロさんが説明した方がいいと思う。じゃあフォクソロさんが説明しますか。そうしよう。わかりました。はい。はい、ですね、まず連邦の全員分の上限が、10億円になるように、1番から9番まで DH 含めて、選手を選んで、で、ピッチャーと代打とダイソー、ピッチャーは先発中継ぎ抑えの3人、それから代打ダイソーは1人ずつ選んで、計14名ですか、うん、で、チームを1人ずつとか、まあ、組んでいきます、うん、で、年俸の GM になるみたいなことですよね。10億の GM になるんですね。そうです、そうです、うん、で年俸の、定義はあれです、なんかプロ野球人事部っていうサイトがありまして、そのサイトさんの方で調べて、うん、だからそこに載っていない選手を引っ張ってくることはできないんですけど、そこに載っている選手であれば誰でも連れてきて10億円の枠内で自由に組んでいいよというのが第1回目でした、うん、はい、うん、そう、それで自分の最強だと思うチームを作ると、うん、そうですね、好きな、人を連れてきて、で夢の打線を組むもよし、ね、守備の堅いチームを組むもよし、ピッチャー最強を組むもよしということで、いろんなそのそれぞれの個性が出るチームが、だから誰一人多分同じメンツはなかなか14人もいれば、うん、あれですよね、かぶることはほとんどなくてっていう感じでしたね。ただ難しいのは柳田を呼んできちゃうと、もう あと4億ぐらいしか残ってなくなっちゃう、ね、そう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 、高額の子を連れてくると他のところ他のポジションがとてもこう厳しくなるというところのバランスをどうやって取っていくかっていうのが GM の腕の見せ所ですね。うん、はい、
そんなことでね、このこちらプロ野球人事部っていうサイト以外のサイトを見ますと、はい、あのプロ野球選手の年俸は推定年俸なので多少の誤差があるわけですね。うん、で僕はこのラロッカさんが昨日、ツイッターであの URL を載っけてくれたもんですから、うん、慌ててこう再確認できたんだけど、それでも誤差がね、1050万ぐらい誤差があったんだけど、うん、なんとかね修正できたので良かったんですけど、そうです結構なんかあのサイトによってはその推定年俸の推定のソースが全然違ったりして、でそれであれですよね、カップキャスターさんの方でもあのこのプロ野球人事部っていうサイトを基準に決めようねっていう風になってたと思うんで、だからそこを基準に一応決めていくような流れにはなってましたよね。そうですね、うん、このねプロ野球人事部っていうところがあの正しいかどうかは別にして一個の基準としてね、あの教科書をしていく場合がありますよということですよね。うん、そうですね、ね、はい、ということで、現在カープキャストでも俺が考えた10億円選手を募集しておるというところですよね。うん、はい、じゃあラオクさんその告知をまずメールを招きましょう。はい、そうです、だから今言ったルールで、うん、その俺のあまずねだからカープキャストのですね、うん、第何回かな237回をじっくり聞いていただいて、あこんな感じかと思ってちょっと興味を持たれたら、ぜひあのカープキャストのあの何でしょう、カープキャストのあのブログのサイトがありますんで、うん、あのそこに メールのフォームがありますんで、そこからあの、うん、俺はそんなんじゃない、これが最強チームだっていうのを送っていただいて、うん、そしたらあのカープキャストで取り上げてまたみんなでワイワイその辺を、うん、査定っていうんですか、はいはい、あの評価してやるぜという上から目線でね、上から目線でね、ブログと言われましたけど多分 Facebook でも Twitter でもいいと思うんです。あいいですかね、あそうです、あの多分セブンさんは両方チェックされると思う、うん、僕はいつもねメール送るときは DM で送ってますよ、うん、あじゃあそれでも大丈夫だと思います、うんうん、はい、うんだと思うのでね、皆さんがご利用しやすいね、サイトからねあのご意見、うん、それからあと自分の作ったチームね送られるといいかなというふうに思いますよ、うん、でね、先ほどのルールに加えまして、自分用にね僕これから自分が作った10億円チームを発表していこうと思うんですけれども、うん、はい、自分用にも縛りをつけておりまして、うん、1回目2回目ともに選ばれていない選手この中から選ぶと、ほう、ああそうそう、だからカープキャストはそうですね、あの1回、うん、237回に1回やって、うん、もう1回ですね次の回238回で続10億円チームということで、うん、あの1回目で選ばれた人を除いた選手からまたもう1回選ぼうということでやりました、うんうんうん、その2回分を外したってことですね。そうです。うん。はいはい。あ、今メール募集してるのは、そういうのはないんですか、うん、あの、1回目でも、2回目でも呼ばれた選手は、でも呼んでいいんですか、いいです。もう、うん、あの、フリーというか、フリーでね、あの、1回目のルールですよね。1回目のルール、いいです。はい。だから、とにかくその10億に収まれば何でもいいよっていうパターン。うん。うん、なるほど。で、僕は勝手に自分で縛りをつけて、1回目でも2回目でも呼ばれてない選手から選びましたよと。それは興味ありますね、どうなるんだろうと思ってたからそうですね、面白そうですね、うん、でね、あのちゃんと1回目2回目を何回も聞き直し、何回もというか聞き直してですよ、 あなた方が選んだ選手を全部メモでこう出しまして、それ以外の選手を選んでおります、うん、リストアップ表で言うとね、何108名リストアップしまして、うん、うん、この中からなるほど、うん、私が作る10億円チーム、これは投手から発表してきましたよね。そうですね、先発中継ぎ抑えからですね、はい、分かりました。先発中継ぎ抑えから、うん、と何でしたっけ、キャッチャ ー, チャーファーストセカンド、だから守備位置の番号順に多分行って、うんうん、で、うん、と最後になってでピンチヒッターと、うん、とピンチランナーのはず、うん、はい、です、はい、で自分なりにこうコンセプトを考えてます。1点豪華主義、投手1
打者1に対して1点豪華主義という、うん、1点豪華主義はやばいですよ、うん、そうこれはまずいですよ聞いてましたカープキャスト聞いてましたよ、うん、1点豪華主義のドツボを聞いてましたか聞いてました、うん、お聞いてたんだけど、うん、僕なりに考えたのでぜひ聞いてほしいなと思ってあ、わかりましたいいですか、まあはい、お願いしますで詳しい情報はですねこの、うん、ベースボールカフェキャン中世配信後にですねノート、うん、多分ダブンというやつで僕はめっちゃメモしてるので、ね、詳しく文字面に起こしております写真も込みでぜひ見ていただけたらと思いますでは参りますよはいまず投手部門でございます、はい、ピッチャー先発、はい、北海道日本ハムファイターズ有原康平いきなり有原持ってきた1億4500万はいはいはい事後書発売 2.46 選ばれてなかったか有原出てたかななんか2回目にいたような気がマジでいませんでしたっけちょっと待ってくださいよ、うんうん、聞いたよ僕も聞いてないよたくさん出てきたからなんかたくさん出てきたら大将覚えてないんだな有原ってとりあえず七日さんのツイッターあ出てないね出てないんだ、うん、いないはい、ないいないですねいないよほらざまみだこれはびっくりしたこれはいいですね投手の軸ですようん、うん、なるほどうんドエースって僕はメモしてますね、はい、なるほどはい中継ぎいきます、まあ、先発で、うん、先発1億4000は順当ですねうんそうですねうん勝ち頭ですねそうですね先ほど言いました1点豪華主義の投手の1.5 かここです。なるほど。はい、はい中継ぎいきますよ。はい、はい、中継ぎ投手。東北楽天ゴールデンイーグルス。森原康平。うん、4500万。あれ森原はいなかったっけ？森原聞いたよね。でも森原は聞いた気がするな。森原2回目のどっかで誰かが言って言ってたようなそれで T 君が抑えで指名したんじゃない あそうだ T 君は言ってた T 君は言ってましたね、うん、森原も選ばれてないのか確か確かに選ばれてないのかだからねあれなんですよ1回目ねあのね1回ねチーム作るときにね、うん、この辺もねさらってんですよねあそう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 1回総ざらいしてるから、うん、あいついなかったっけってなるんですよあの一回見てるんですよ、うん、ごめんなさいだからちょっと今日こんな感じになるかもしれないけどいいっすよ森原4500でしたっけ4500、うん、はいはいはい64試合登板4勝2敗29ホールド 1.97 と、うん、なるほどあでも13ですねはいということですね、これ T 君 あのネットラジオでは彼をストッパーに、指名してましたねうんはいで僕のストッパーですよ。僕のクローザーです、うん。そうですね。うん、ここがポイント。これ聞いてくださいよ。はい。阪神タイガース。藤浪晋太郎。藤浪ですか。6300万。昨シーズンは1試合に登板0勝0敗、防御率 2.08 です。ポテンシャル十分の天才右腕。配置転換で気分転換。僕のメモに書いてますね。でちょっと高いなちょっと高いぞこれはでこの後に僕は大阪桐蔭の先輩を何か指名してますので、うん、これで、ね、谷町さんとの接触も不自然でほしいなというふうに思ってます続いていきます、次野手部門ですね捕手いきますよ捕手はい捕手埼玉西武ライオンズ岡田俊正岡田正俊はい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 、はい、背番号2 3000万ですね、はい、3000万、うん、岡田、うん、打率2割6分2厘ホームラン1本打点7と、うん、打撃はなかなか弱いですけれども藤浪の大阪桐蔭の先輩ですとお目付けは不利と、まあうん、キャッチャーで2割6分2厘は結構高い方ですよねまあ、そうですね、そうですね。大体1割7分とかね。うん、
そんなのばっかりだったんで。そうですね、そうですね。まあまあだと思いますよ。打数はね、少ないですけどね。さすがセーブのキャッチャーって感じですね。なんか、森を支えるはずだったのは怪我しちゃったんじゃなかったでしたっけ。そんな感じでしたよね、確か。ね、うん。そこがちょっと不安要素ではあるな。なるほどね。うん。あと、はい。まあいいですよ。ね、岡田選手です。うん、さあ、一塁です。はい。埼玉西武ライオンズ。また背番号55中村武也3億5500万。えこれはね、これはダメ、これはダメ、これはダメ、これはね、ダメです。何取りますね、 3.5 億、すごいな、うん、あのね、ちゃんと辻褄合うから大丈夫なのよ。お、うん、昨シーズンですよ、2割8分6厘ホームラン30本打点123打点と、うん、天性の強打者と、大阪桐蔭と。あれ、中村だけは 3.5 億で、多分最高額ですね、今のところ。どの人も3億超えてなかったと思う。うん、ああ、かつて、そうですか。超えてない。あと、鈴木シェアのね、2億8000が多分最高だと思う。が多分最高ですよね。そうそうそう。だから3億5000万、今のところ最高ですよ。このレベルの値段を取った人はいないので、うん、逆にこの先一体どういうふうに通じ回せるのか、ちょっと面白くなって。あのね、3億取っちゃう、あのね、うん、1億3人取れんのよ、3億あったら。うん、聞いてました、いや、でもほら、そこはあれですよ、だからほら、1.5 価主義っておっしゃるんでしょ、そこの様子をちょっと見てみないと。そう、まあ、そうですね。うん、分かった。まあ、まあ、分かれば様子見ます。はい、あのね、中村武也、いつだっけ、ゴールデンウィークの時に別の番組で僕はパワープロドラフトってやったんですけども。あ、はい、はいはいはい。ぜひ取りたかった中村武を先に取られちゃったので。なるほど、その後悔をここで晴らした。そうですね、うん、なるほど。とにかくこのチームは中村武を優先的に考えて組みました。お、絶対欲しかった選手です。それはこれ僕の第一の僕のやり方なんですよね。大丈夫かな。鈴木誠也を中心に。まあ評価はね、皆さんね、論じていただけたらと思います。僕が作りたいチームが作ってますよ。まあ、そうだよね。というわけでセカンドベースマンいきましょうかね。はい、二塁手です。横浜 DeNA ベイスターズ、お、柴田達也と読むのかな、龍也と読むのかな。ああ、柴田か、うん、はいはいはい。背番号31、年俸4300万。おうん、僕は皆さんが作られた16円チームを見ると2番打者最強の打順を組んでる人が多いなと思ったんです。うん、結構いましたね、うん、なので僕はなんだろう、つなぎの2番とか粘れる2番だとか昔ながらの古い打線を作りたいなと思って、ベイスターズの柴田選手を指名させていただきました。これ、うん、あれですね、大体みんな、1回を検討した選手だと思います。ああ、そうですね。そうですね。この通り。うん。昨シーズンは2割5分6厘、ホームランが3本、打点17という選手ですけれども、小柄な選手ではあるんですが、うん、ジャイアンツのね、クローザーでね、ゴリゴリに球の速いデラロサとかから、普通にスコーンとホームラン打つんですよ、この人。おぉ。案外、小力もある。いうような印象がなんとなくあるので。なるほど、うん、ギダはできるんですか。ギダはね、おそらくね、しっかり見てないんだけど。そう、僕皆さん方のようにサイバーメトリックスがどうだとかそういうのは全然気にせず印象値でし選んだもんですからね。うん、うん、はいはいはい。だからでもね、聞いてました、昨日の僕散々印象値だ印象値だって言われたんです。うん、まあ聞きましょう、まあ聞いていきましょうね。そう、聞きましょう。ただね、こう小柄なセカンドベースマンの足の速い選手ですよ。多分この辺は彼の生命線になってくるところだと思うので、はい、これからも一生懸命練習してくれると思いますよ、うん、と。はい、いうことでサードベースマンいきましょうね。三塁手、はい、東北楽天ゴールデンイーグルス渡辺義明、背番号48、1400万です。昨シーズンは2割2分5厘ホームラン1本打点26というところです。19歳、高卒2年目の選手ですよ。あ、若いのか。若いです。あれさん、横浜高校の渡辺元監督のお孫さんです。です、孫ですね。
野球 ID バッチリです。めちゃくちゃ野球、うん、そうそう、めちゃくちゃ野球 IQ の高い子です。これ僕はすごい検討した挙句選ばなかった子です。ああそうなんです。めちゃくちゃ検討しましたね。うん、さんなんでさ、あ、僕知らない、うん、あの、いや僕が不思議なのは、うん、なんで中村拓也サードにしなかったのかなっていう。中村拓也はサード下手くそだからです。下手なの？でもサード印象ありますけどね。そうですか、ファーストの方がうまいじゃないですか、ね、うん、と思ってますよ。本当、うん、いや、あ、サードって結構キーというか鬼門でね、なかなかいい選手がはまらないんですよ、サードって、うん、あいつ。そうですね、いい選手は高いし、ね、だったらサードレギュラーに置いてる人を持ってって、うん、ファーストはそれなりに打てるやつみたいなのがまあオーソドックスなんですけど。そうです、まあまあ、その後聞きます。まあちょっと、ね、1個ずつ突っ込んでるとすっごい時間かかる多分。そうだね、いや、そもそも中村拓也はサードで考えたんだけど、組んでいた結果ファーストに回したというのが素直な意見です。ショートいきますよ、ショートです。はいはい、はい、横浜 DeNA ベイスターズ背番号5、倉本俊彦。おお、倉本、はいはい、背番号、あ、背番号じゃない、年俸5000万です。おお、うん、ラロッカさんもポッドキャストで言ってらっしゃいました、うん、球児伝をよく見るんですけど、うん、って言ってらっしゃいましたね、うん、あのね、9番打者論っていうのがありましたね。あ、ありましたね。ああ、ありましたね。あれ、史上最強の9番打者は倉本だということになります。ああ、そう、あのね、ほんと倉本ってね、嫌、うん、な9番だった。うん。確かに。でもね、あの、うん、ピッチャーでワンアウト取れたと思った時に出てくるのね、うん。そうですね。ベイスターズは8番ピッチャーですからね。そうそうそう、そうなんですよ。昨シーズンの成績はひどいもんです。1割2分1厘。ホームランゼロ打点2です。いや、そう、なんかあんま打ってた覚えがないから、一応検討はしたけど打ってた覚えがないからマジかっていう感じになってますよ、うん、僕はバックボーンで語るタイプなので、これなるほどなるほど、うん、サイバーメトリックスすごく大事ですのでね。まあ確かに嫌な年があったんですよ、うん、あのね、かなり9番、そうそう、あとね、9番から始まる回が多くて、DeNA とやってると、広島って。そうだよね。いつも倉本から始まってね、倉本をフォアボールで出すんだよ、うちのピッチャーはね。うん、で、そっからさ。それ完全にライレスにしてやられてるやつです。そうなんですよ。そっからもう第3次で、例えばもう3点差勝ってたのに9回サヨナラ負けするとかね。ほんとばっかりなんですよ。これ完全に今ハマるやつですね。この倉本の気を間違ってないパターンがあるってことですね。あるなるほどな、なるほど、はいはい、ということで次いきますよ。この外野ですね。はい、はい、外野ですね、はい、東京読売巨人軍、背番号36、石川慎吾。おお、うん、ダイナマイト、元日本ハムですね。はい、昨シーズンは打率は2割5分7厘、ホームラン4本、打点10なんですけれども、70打数18ジャンルの中でホームラン4ですよ、うん、僕はこの人ね、定期的に使えばホームラン20分は軽いでしょうと思います。あ、石川慎吾も検討したな、うん、年俸は、ね、2400万です。2400、うん、石川慎吾も外野の素性に必ず上がってくる系の選手なんですけど、うん、なんか一つ足りなくて、大体みんな多分、うん、あのね、ヤクルトの疲労歌集がしますな、僕は。うん、ヤクルト疲労感は割とケチョンケチョン言われてますからね。そうそうそう。ちょっとそうですね。まあ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 。まあ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 。まあまあまあ。石川は左、ね、レフトですか？石川はレフトです。レフト。はい。センターいきますよ。はい。横浜 DeNA ベイスターズ。背番号63、うん、関根大輝。おお、1280万です。1280万、うん、80万、うん、昨シーズンは27打数1安打、打率が0割3分8厘いや、 あれですよね、関根確かあのウィンターリーグかどっかで、あ、どこだったかな、どっか外国行ってすげえ打ってたんですよね、確かね。期待値はでかいです、うん、はい、うん、すごい期待値は大きい選手、うん、うん、メモには元気印のトップバッターって書いてます。巨人戦では打つのよーんって書いてますね。メキシコだ、メキシコ、メキシコ、
どんどんメキシコリーグで。この人、僕は印象すごくこう打つ選手だっていう印象が強いんですよね。若い頃からずっと20歳ぐらいから一軍出てたような印象があるんですね。さ、さあ、ライトいきます。いきますよ。はい。ライト。はい、千葉ロッテマリーンズ、レオネス・マーティンです。背番号70。おー、マーティン。うん。はいはい。年俸1億6000万です。1億6000万。うん。昨シーズンは 2割3分2厘、ホームラン14本、打点が39ということになっています。うん、昨シーズンは途中入団で、うん、千葉ロッテに加入しました。抜群の守備力を誇る長距離砲ですと、僕はメモを取ってます。はい。フォックスロッツさんは、マーティンの、印象なんかありますか？いや、なんか、嫌なところで打つバッターのイメージですね、うん、すごい、なんだろう、長打力もあるし、うん、なんかその、手話なバッティングっていうか、やっぱり一発警戒、すごいさせられるイメージですね。先ほども言いました、パワープロドラフトをやったときにですよ、うん、パワーが A ですよ、肩が S ですよ、はいはい、S なんていう数字がつく現役の選手がいますでしょうかと。まあ、なかなかいないです、ね。うん。ということで、このマーティン1億6000万、お買い得ですと、僕は思って、バシッと張り込みました。わかんないですね。2割3分2厘、ホームラン14本は、まあ、別に悪くはないけど、うん、去年が3300万だったのが、一気に1億6000万に上がるんだっていうのが不思議だなって思って。途中入団からだったからだと思いますよ。確か、出場試合55試合ぐらいしか出てないんじゃないかな。去年はそんな出てないからってことか。そうなんです。7月ぐらいに来たんじゃなかったでしょうか。期待値込みでね、またぐっと上がったんでしょうなというふうに思います、うん、そうですね、まあ、こっちに来てからロッテで52試合で14本ホームラン打ってるんで、まあ、そうですね、100試合ちょい出れば30本ぐらいは打つでしょっていう、そういう数字は残っているっていう形ですね。率は低いんですけど、そのもう結構だから当たるとでかいっていうバッターなんで、そこはとにかく警戒ですよね、こっちとしては。本当だからロッテのちょうど、ね、あの困ってた長打力のところにスポットはまったんで、多分年ポンポンと上がったんだと思いますけど、うん、もうすでに9億いってますけど、大丈夫なんですか、これ、本当に。大丈夫なんです。すげえ、すげえ、この時点で9億いってるのって、なかなか見なかったパターン。で、ね、ではないですね。うん、でね、あと DH と、あれですね、代打とダイソーですね。そう。そう。でね、ちょっとバーティーの話を続けるとするとですよ。パワープロでね、とてもさっきも言いましたけど、ちょっと数字が良かったよということも あって、でも、パワープロの数字が果たしてどんなもんなんじゃいと、ずっと思ってた、過去からずっと思ってたんだけども、うん、中日に入団した郡司というキャッチャーがいるんですけど、はいはい、彼が卒論にね、パワープロの なんかをこう比較して、卒論として出したんですって、慶応大学だったはずなんですよ、郡司君、確か。ああ、なんかそうだ、それ記事になってましたね、うんうん、だからパワープロの数値っていうのは当てになるもんだと思って、うん、そう、肩が S ってことは真面目に研究してたから、うん、そうか、うん、肩が S ってことは守備もいいってこと。そうなんです。うん、あ、なるほどね。そうなんです。いやー、教えてほしかったなこれ。これちょっとね、教えてほしかった。僕はこれだったな。うん、これでしたな。はい、そういうことで、次は指名打者になるわけです。はい、僕は指名打者をね、はい、ずっとそもそもこう、考えずに最初に組んでたもんですから、うん、最初の捕手はね、ヤクルト島だったんです。ああ、はいはい。島5000万でした。うん。うん、でも、DH がいるんだと知ったので、5000万を3000万の岡田と2000万の小泉に分けましたということで、DH です、うん。北海道日本ハムファイターズ。背番号30。はい。俺が愛した宇佐美慎吾です。ああ。なるほど。なるほど。うん。宇佐美か。2000万です。はい。昨シーズンは1割9分8厘、ホームラン0本、打点9です。そうですね。数字はこんなもんですけれども、やっぱり巨人時代のね、ゴルフ打法でのホームランがね、私は忘れられないんです。なるほど。うん、
ずっと言ってます、うん、打者に専念するために指名打者での登録でございます。なるほど。はい。あ、日本ハムでは DH とかでは使われてないんですか？いや、使ってますね。DH とか、たまにファーストやったりとかしてますけど、うん、結構その、正捕手の清水がちょいちょい、いなくなったりしてたので、それの、まあ、煽りでじゃないですけど、それとほぼ併用みたいな感じだったんで、結構キャッチャーで、本職キャッチャーで出ることも多かったですよ。キャッチャーやりながらってことですよね。そうですね、うん。彼はキャッチャー苦手なので、早くバッターにせる。あ、もしかしそうですね。キャッチャー、まあ、やめたらもっと打率上がるかもしれないですよね。だとすると、うん、バッターに専念させるには率が足りないですね。率は足りないね。率は足りない。こっちのイメージで言うとそうです ね。まあでも長打さえ打てればこっちは全然使うんですけど、うん、まあだから当たらないと飛ばないっていうタイプなんでロマンはありますよね。当たればもうやってくれるっていう。うん、でもこっち来ても結構印象的なところで打ったりとかはしてるので、うん、割と望みがない選手ではないのは間違いないと思うんですけど、結構こっちも期待はしてますよ、うん。はい。彼のバッティングはロマンティックなんですよ。そうですね。ぜひ、ね、ロマンです、うん。愛してあげていただけたらと。この日ハムの2000万のこの横尾清宮宇佐美ってなんかいいっすね。誰が出てくるかみたいな感じですね。そうですね、そうですね。横尾くんがなんかちょっと中距離ヒッターになりかけてるので、そうなんですよ。ちょっとなんか小さいので満足してる感が出てて、僕的には不満なんですけど、まあ、そこは、うん、横尾選手は国総さんの番組で葉っぱかけられたから今回見送りました。そう、横尾の方が良かったんじゃないか、うん、本当の横尾の魅力ってもっとこうブンブン振るとこだったと思うんですけど、うん、なんかもう結構こう内川のところに行って修行して、うん、なんかミートを身につけて帰ってきたと思ったら飛距離が落ちたみたいな感じなんで、うん、どうなってんのかなっていうのはちょっと違和感を感じながら、東京の TBS のラジオで伊集院光のが、はい、ラジオやってるんですけどね。はいはい。はい。それで栗山監督がゲスト出た時があるんですよ。へえ。そうなんだ。その時にかなり横をね、押してたんですよね。はいはいはい。だから相当期待なんじゃないかと思ったけど、中距離になるとなんか、そうなんだよね。ね。こんなあんな監督言ってんのになぁ。なんで。そうなんですよね。ね、なんかこう、ね。流れで言うと、うん、左バッターが少なかったっていうのもあるんです。ああ、うん、なるほどなるほど、うん、横も右ですからね。そうなんです。うん、なるほど、はい、そうね、横の話になってました、ね、すいません。横にそれました。はい、あ、さあ、そうですね、代打いきましょうか。はい、いいですか、代打。うん、はい、代打はですよ、埼玉西武ライオンズ背番号16、うん、松坂大輔背番号3000なんです。なるほどな、なるほどな、なるほどな。昨シーズンは2打数0アンダー、0割0分0厘でございますけれども、ご存知平成の怪物でございますが、投手ではもうすでにボロボロでございますと。なかなか投げる気もないですけれども、代打ならいけると僕は思ってます。打つ方でも怪物クラスです。今ね、サンデーで連載しております、うん、メジャー2という漫画がございます。重野五郎の息子のが主役の漫画なんだけども、うん、その中でもね、重野五郎ってメジャーファーストでの主人公、彼はピッチャーでメジャーリーグに行くんだけど、後々こう左投手としても肩を壊してバッターに転向して日本に帰ってきて、独立リーグでもまだ現役を50前でやってるというような設定になってるんだけども、野手としてやってると思う、うん、いう設定なんだけど、リアル重野五郎ができるのはこの松坂大輔。松坂打ってるの、まあ、高校時代しか見たことないですけどね。あ、だってね、西武だったからなかなかあれだったんですけど、打てるんですよこの人は。出ます、うん、でもザオさん感謝してほしい、感謝してほしい。、うん、はい、実は続10億円の先発を、はい、一旦僕は松坂にしたんですよ。ほうほう。で、同じ3000万の阪神の青柳に変えたんですけどね。はいはいはい。もしここで僕の選択がなかったら、うん、青柳になってたよ、ここ、DH。DH しかない。
違うよ。代打。だから本当感謝してほしいです。ラロッカさんが松坂大輔を指名してたら僕は松坂は選びませんよ。代打で。いや だから。青柳になってたのこの代打。違う。いやいや、松坂になっても青柳にはなりません。青柳にはならない。うん、ペップさん、インスパイアですね、この辺は。そうですね。うん、超インスパイア、ね。うん。ただなぁ、秋山はまだ根拠があるけどなぁ。松坂大輔は当たり上手なのよ。本当、うん、はい。まず最後のピンチランナー行きましょう。ちょっと全体を通してみたい。はい、わかりました。ピンチランナー行きますよ。行きましょう、はい。はい。埼玉西武ライオンズ、背番号68、俺たちの岸潤一郎、年俸500万です。明徳義塾高校出身です。どれ、はあ、ご存知じゃない。なるほど。一番下、はい。あの、甲子園費用ですよ。もう知らないですか、岸潤一郎。知らない、知らないですね。嘘、知らないですね。本当、岸田さんのところだったら飛びついて喜んでくれると思うんだけどこれはね、昨年ドラフト8位です。まだ今シーズンがルーキーイヤーですね。そうですね、うん。明徳義塾高校から拓殖大に進学するも、大学野球は挫折して、退学してます。で、ショックアイランドリーグに入団後、西武に指名された甲子園ヒーローでございますよ。準優勝ピッチャーでございます。ただ肩を、トミー・ジョンで、肘壊しましたよね。肘壊してトミー・ジョン受けたんですけど、うまいこと治んなくって。どうぞ。これダイソーですよ。ダイソーです。ダイソーです。今だから外野手なんですよね、多分。あ、外野手。あ、本当だ。外野手だったりショートだったりって、今野手登録みたいですね。そうで、四国アイランドリーグでは盗塁王も獲得しております。せっかくトミー・ジョン手術したのにダイソーなの？あの、ね、うまく治んなかったみたいです。でもバックホームとか送球はできるみたいです。とにかくなんかダイソーだから。ダイソーだから、あの、38盗塁で盗塁王獲得してます、四国アイランドリーグで。あ、そうなんですか。そういう情報が欲しいですね。インディアトックスだったかな。うん、そうですね、大学行ってで2年にトミー・ジョン右肘やったけど、うん、術後の経過が思わしくなくってピッチャー諦めて大学辞めて、うん、四国アイランドリーグに行って、うん、で四国アイランドリーグでは外野手登録になって、うん、盗塁を取ったり外野手部門のベストナイン取ったりして、うん、で2019年に、うん、とショートで今度またその同じリーグで、うん、35盗塁とかしてるんで、でなんかそのまま NPB のドラフトにかかったっていう感じみたいですね。うん、とにかくね、我々タンズと言われる人たちのスーパーアイドルなんです、岸潤一郎。うん、そうなんです。でこの人が野球なんとかしがみついてプロにやっとこそ入ってきたというところで、うん、うんうん、この甲子園2年で73盗塁はなかなか立派ですね。うん、甲子園披露が500万で取れるということは、これはでかいということでございます。で、北斗さん、僕が言ってきた年俸を数えてるんでしょ。そうですね、おいくら万円になりますか今のところ。ちょっと待ってくださいね、今これでちょっと待ってくださいよ、これどこから足してないかな、これギリ足ささったのか。どこまで足したっけな、ちょっと今全部やりますよ。はいはい。最初、じゃあ最初からいきますね。はい。はい。先発ファイターズ有原1億4000万。はい。で、中継ぎがイーグルス森原4500万。はい。で、抑えがタイガース藤浪6300万。はい。で、キャッチャーがライオンズ岡田3000万。はい。で、ファースト中村ライオンズ、はい、3.5 億、はい、3億5000万。で、セカンド DeNA 柴田4300。はい。で、サードイーグルス渡辺、はい、1400。はい。で、ショート倉本 DeNA 5000万。はい。で、レフトジャイアンツ石川2400万。はい。で、センター DeNA 関根1280万、はい、でライトマーティンロッテ1億6000万、はい、で、指名打者ファイターズ宇佐美2000万、はい、で、ピンチヒッ
ッターライオンズ松坂3000万、はい、でピンチランナー岸ライオンズ500万、はい、締めて9億8680万ですね。うん、ということで10億人内に収まりましたね。収まりましたね、うん、ということで有原、1億4500にしました。1億4000って聞こえたんだけど1億4000じゃないですかね。1億4500人事部では1億4500って書いてありましたね、うん、じゃあ500プラスしても、うん、500プラスして9億9180万いずれ収まりますね、うん、収まりますか、はい、収まります、はい、スターティングラインナップ、1番センター関根、はい、2番セカンド柴田、1番センター、はい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 、3番ライトマーティン、4番ファースト中村、5番レフト石川、6番サード渡辺、7番 DH 宇佐美、8番キャッチャー岡田、9番ショート倉本ということで、人事部、なんとかの人事部のサイトを全部ちゃんと確認しまして、僕の計算では9億9680万になったんですよ。うん、なるほど。細かな数字をね、拾っていくとそうなんですけども。はいはいはい。ということで、10億以内に収まりましたよと。うん。僕はこれとても満足してるんですが、お二人、総評をお願いします。まあ、いや、どうぞ。いや、いいですよ。先に、村岡さんどうぞ。まあ、これはですね、だからね、うん、完全にダメパターンですよ。ダメね、そうかな。ダメ。要はですね、うん、やっぱほら、中村拓也行ってんでしょ、うん、はい。で、その次に、石川でしょ、うん、これね、5番、1点にした場合は5番打者が非常に重要なんですよ。要するに、うん、結局、これ、中村拓也は5敬遠で終わるパターンなんですよね、試合で。大丈夫、石川打てますよ。いや、打てない。いや、これどうかな。まだ宇佐美とかの方がいいんじゃないの。5番。うん。うと、だからそこなんですよ。あの1,2,3,4はいいです。いいと思います。で、あと9から1に帰る、倉本から先に帰るのもいいと思うんだけど、うん、ちょっとね、僕は。これ今回やって5番がキーだなと思ってるんでね。うん。うん。ちょっと厳しいかな。でもね、その辺は5番石川の魅力はね、フォックスオートさんは元ハムなので知ってますよ。ですね。じゃあこれがうん、そうですね。うん。僕の評価ですけども。うん、まあ僕的にはこれだからあれですよね。考え方の違いがすごく表れてるなって思ったのは、うん、成績の数字とかうんぬんじゃなくて完全に印象 100% で組んでくるっていうのがすごい面白いなと思ったんですよ。なるほど。だから僕ら実際にカープキャストとかでやった時も、うん、その UZR がどうとか、うん、その打率がどうとかそういう、うん、なるべくこう現実に近いものを作ろうと思ってこうやって組んでたんですけど、ザワさんかなりその、うんうん、そうそうイメージでその先発はこいつだって、うんっていうのとそのファーストで4番打つのはこいつだっていうのを軸を決めてから、うん、周りをこうこの辺打ってるだろうっていうイメージで多分固めてこられたんで、はい、それがすごい面白いんですよね見てて、はい、で僕が打順組むとしたら、うん、中村とマーティンは入れ替えます、ね、はあ、ほうほう、中村を3番に置いて後ろをマーティンにすれば石川5番でもハマると思う。ほうほうその心なんですか。要はその、うん、それはあれですね、マーティンは、うん、マーティン、うん、石川と、なんか二人敬遠するわけにいかないんですよ、うん。で、必ずどっちかと勝負しなきゃいけないんですけど、どっちも一発があるんですよね。うん、で、中村はもう3番に置けば、前の二人が、例えば関根と柴田が倒れてても、うん、その中村でアウト取りに行かないとマーティン石川っていうのと結局勝負しに行かなきゃいけないので一発の怖さがあるのが一緒なんですよ、うん、だから中村と強制的に勝負をさせるようにするんだったら、うん、後ろにこう、まあ、確実性の少ない打者が一人じゃちょっと心もとないのでだったら二人置いちゃうっていう、うん、長打はあるけど確実性の少ない打者だったら二人置けば、まあ、どっちか当たってくれれば、うん、なるほど。であと中村ってそんなに足が遅いわけではない、走塁はうまいタイプの選手なので、うん、二塁打とかでも結構いいとこまで帰ってこれるっていう可能性がある。あ
ので、まあ、あのその石川の5番石川の後ろに渡辺とかが置いてあるので、うん、まあ、そこら辺含めてもランナーが誰かしら残っていくかなっていうイメージが、まあ、湧きやすいかなっていう気はします、ね、うんうんうん、なるほどね。確かにね、僕はねマーティーンっていう人を実際見たことがないパワフルな人しか見たことがないそれが面白いんですよ。だから結局その印象 100% で組んでると実際見たことないけどこいつ多分こういう感じの選手だろうっていうのでボンってはめてくるのが逆に新鮮なんですよね、見方としては。マーティーンは普段は何番ぐらいなんですか。マーティン何番なんすかね。これそんなに僕もいや去年50試合ぐらいしかいないから、うん、あんまり見てないんだよ。結構でも中軸いたんじゃないかな、うん、多分打順なロッテのちょっと待ってくださいね、今調べてみます。東急データフリークが多分こういうの乗っけてるはずだから。マーティンどこで出てくんだろう。プロ野球データフリークっていうのが あのその年のスタメンの打順を全試合分乗っけてくれてるんですよ。そうなんだ、へえ。マーティン2番とか3番とかですね。ああ2番最強論のやつか。なるほど。あとたまに6番だったりするんでやっぱりあれですよね、こう割と動けるタイプの選手なんだと思うんですよ、ね、その長打力もあるし、うん、そんなに足も遅いわけじゃないしっていうタイプの選手なんで、うんうん、だ多分そのランナーに残ったりしても厄介だし、うんうんうん、っていうパターンだと思うんですよね。まあ、うん、マリーンズそれ以上にレアードとか井上みたいなあの4番に置いといてボンってこう重量級の選手がいるので、うん、それに比べればやっぱり前に置いといたり後ろに置いといたりすることになるんじゃないかなっていう感じですけど。なるほどね。あ、ただこれをですよ、あのフォックスロードさんに添削依頼だからこれの打順を変えてカープキャストにメールするのは失礼に当たると思うので僕はこのメンバーを変えますよ。僕も聞いてるからいや、あのザボのザボらしいところを皆さんに聞いてほしいので。いやそうですね、でもらしいのは確かだと思います、これ本当にあのただあれですよね、実際に多分添削っていうかそのカープキャストで何かこう、うん、ワイワイやるときに必ずあのピンチヒッターとピンチランナーの件はすげえ突っ込み上がると思います藤波もわかんないな。藤波もかなり入れられそうですかね。僕は藤波面白いなと思うんですけど、ただ僕ファイターズファンとしてはあのやっぱりフォアボール出すタイプのピッチャーをあの抑えに行ったらすごくきついんで、なのでまあだからそこら辺の評価がどう出るかっていうところは面白いですよね。ですよ、捕手岡田、ファースト中村、はい、マウンドに藤波という三角形のができますとですよ、はい、この大阪桐蔭の中では一番位の後輩な藤波選手になる。はいはいはい、うん、でここはあのタイガースの時とは違ったこうプレッシャーを感じて彼はあの奪三振マシになってくれるはずだ。プレッシャーを感じてコントロール乱してしまう。そうなのよ、僕思ったプレッシャーがマシじゃないのすごい心配なんですけど、うん、その理屈だと、うん、そうですよね、そこも思いますね、うん、しかもファーストって結構送球するからなって、うん、ピーゴロなんか打たそう思うなら、ちょっとちゃんと投げろよぐらいの。中村拓也に牽制するときもビビるでしょ、うん、危ないよ。危ないと思うな、これかなり。どうなんだろうな。フォアボールでランナー出しちゃったら、ちょっと本当に、どこまでの劇場に。受けないって。そう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 。走り放題みたいな。ちょっと面白そうですけどね。でもどうですかね、そのなんか、あの大阪桐蔭バッテリーはちょっと面白そうですよね。ね、うん、面白そう、うん、それは面白そう、すごく。はい、ということでね、意外とピッチャーいいと思いますよ、うん、ピッチャー。ピッチャーはいいと思う。ピッチャーはそうですよね。うん、あ、そうですか、うん。うん。君たちはとてもリアリズムなので、僕はロマンがいかに大事かっていうのをね、深いわけですよ。うん。はい。ということで、ファーストブロック、俺が考えた10億円選手のお話を聞いていただきました。この後は、投手、中田翔の話をしたいと思いますよ。はい、はい。セカンドブロックに移りたいと思います。はい。